どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはノワールノクターンチャプター1。暗闇を進み、敵をかわしながら探索するボリューム満点のディストピア的ホラーワールドです。ワールドに入るといくつかの注意事項があります。全編英語なので翻訳が必須となります。最後の質問でノーを選ぶことで先へと進めるようになります。スタート画面があるところで全員いることを確認したら、マスターがスタートを押すことでゲームが開始します。ゲームが開始されるとあらすじが始まり、それが終わると先へと進めます。船に乗ることになるので、必ず4人座っていることを確認してから目の前のボタンを押しましょう。各場所にコインがあります。クリアに必須なのでできるだけ回収しましょう。進む最中に暗闇を進むところがあります。この暗闇は中に入ってしまうとそのエリアの入り口へと戻されてしまいます。設置されているライトで辺りを照らし、角度を変えながら先へと進みましょう。先へと進むギミックを起動させたら再び船へと乗り込み、いよいよ街へと忍び込みます。最初にたどり着くであろう建物には店主がおり、会話をすることができるようになっています。基本的に進行は行く先々にいる NPC のクエストを達成していく形になります。ミニコンのカーソル下を押すことでインベントリが出現し、アイテムなどをしまい込むことができます。このクエストを達成していけば次の目的地など先へと進めたりできるようになります。もちろん暗闇をはじめとした街を巡回する警備ロボットやデストラップなど行く先々では危険がたくさんあります。こんな感じで敵をかわし、トラップをかわしながら探索していくことになるワールドです。翻訳が必須な進行とストーリー、インベントリ機能やショップなどクリアには1から3時間かかるほどです。最初にある建物ではセーブ機能があり、保存しておけばいつでもそこから再開できるようになっています。そんな感じで街を探索するホラーワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。